おはようございます、こんにちは、こんばんは。アルティメット工房のサミです。この動画は主にキング&プリンスに関するエピソードや妄想トークをお届けするラジオ動画です。家事をしながら、勉強をしながら、そんなながら作業のお供になれたら嬉しく思います。はい、ということでラジオ動画は久しぶりです。最後に投稿したのは4月の6日なので、2ヶ月くらいラジオの更新してませんでしたね。これからはラジオの動画の頻度を高めに投稿できたらいいなと思います。少しだけ言い訳をさせていただくと、本当は毎日でもラジオ動画を上げたいのですが、このラジオ動画ではキング&プリンスの話題になっているエピソードをいくつかお話しさせていただいていて、正直ね、毎日そんなにたくさんの話題がないっていうのも一つの理由ですし、雑誌の紹介、先日 CD も発売したので開封動画だったり撮りたい動画がたくさんあったので、ラジオ動画まで手が回らなかったというのが、お久しぶりになってしまった理由の一つでございます。それにしてもあげなさすぎました、すみません。そしてチャンネル登録者数5000人突破したということで、アルティメット工房の動画を見てくださっているティアラの皆さんから LINE や Twitter、Instagram にて質問を募集させていただきまして、質問コーナーの動画を無事に出すことができました。現在いただいている質問はすべてそちらの動画でお話ししていますので、まだ見てないよという方はぜひ質問コーナーをご覧いただければなと思います。さあ、このラジオ動画ではアルティメット工房に対する動画の感想、リクエスト、お悩み相談などなどメッセージを募集しています。メールアドレスは小文字で kpqp.sami@gmail.com、 小文字で kpqp.sami@gmail.com です。それでは早速、今日のテーマ、未満警察ミッドナイトランナー放送決定。つい先日6月の27日から毎週土曜日22時、未満警察ミッドナイトランナーの放送が始まると告知がありましたよね。実は私、ドラマの放送日発表はティアラさんからメッセージをいただいて知りました。最近はキング&プリンスのメディア出演情報、動画ではなくて近日2日分をチャンネルに投稿させていただいているんですが、私ね、基本的にキング&プリンスのメンバーが出演する時にしかテレビをつけないんですよ。今皆さんが見てくださっている、聞いてくださっているこのラジオ動画も収録は無音の状態で行っておりまして、雑誌の紹介、 CD などのグッズの紹介なんかも無音の状態でカメラに向かって話すっていうような流れなので、テレビをつけていても消音で垂れ流していることが多いんですよ。私がトレンド情報を知るのは主に Twitter と皆さんからいただくメッセージですので、本当に毎日感謝しています。ありがとうございます。いただいたメッセージは気がついた時に返信しているんですけど、結構朝早くから夜中までどんな時間でも返してるので、いつ寝てるんですかって聞かれることも多いです。なので興味ないかもしれないんですが、私の一日の流れを話すと、朝は6時くらいから起きようと思って目覚ましをかけて携帯いじりながら二度寝したり、なんだかんだ8時くらいまでには完璧に起きてます。それから家にあるものを食べたり、撮影の準備をしつつ12時くらいから撮影をします。雑誌紹介の撮影はウィンクアップポテトデュエット、毎月7日あたりに発売する動画は3冊あって、22日前後では明星とポポロの2冊を撮ることがあるので、まあ1日に2本から3本撮ることが多いんですが、だいたいね、1本撮影するのに1時間ちょっとかかるので、撮影が終わるのが早くて15時とか15時30分とかになるんですよ。そこから1本あたりアップロードするまで8時間ぐらいかかります。撮影が終わって3時、3時半から編集して、終わるともう夜中とかになっているので、結構1日あっという間なんですよね。その間携帯とパソコンはずっと手元にあるので、コメントとか LINE とか見た時に返信するので、
ちゃんと寝てるのかっていう疑問を持たれるのですが、夜中の3時から朝の6時くらいまでは基本的にしっかり寝てることが多いです。てな感じで私の1日はこれの繰り返しです。また未満警察ミッドナイトランナーの話に戻りますが、主題歌のメイズイナイトはもう手元に届きましたでしょうか。私も開封動画を出しているのでぜひ見ていただきたいのですが、6月9日付のオリコンデイリーシングルランキングで初登場1位を獲得。推定売上枚数は約35万枚とすっごい売り上げを叩き出しました。ちなみにデビューシングルのシンデレラガールは約31万枚ということで自己最高売り上げを更新。ファーストシングルのシンデレラガールにはメンバーとのハイタッチ会の応募券がついていたこともあって、1人につき複数枚購入も考えられていたんですけれども、今回のメイズイナイトにはイベント応募券というのはついていなかったので、世間的な人気を証明することができたのではないでしょうか。King&Prince グループで言えば2020年上半期グッズマルチメディアトップ10というのが発表されていて、 King&Prince は約16万部で首位獲得。ジャニーズ公式 YouTube チャンネルでもめちゃくちゃ動画が再生されていて、メンバーカラー漆黒の永瀬廉くんはビビが開催する国宝級イケメンランキング2020年上半期で1位を獲得。メンバーカラーシンクの平野翔くんは平成ジャンプの山田涼介くんとセクシーゾーン中島健人くんと共にクローズアップ現代プラスでタッグを組んで医療現場を取材するというものがありましたけれども、こちらも注目度が高かったんじゃないかなと思います。ここでは再生数詳しいことは言いませんけれども、 YouTube って結構シビアな世界で、どれだけ再生されたかっていう再生回数が誰にでも見れる状態にあるんですよね。その再生回数を見ていただければわかるのですが、 King&Prince の人気凄まじいことになっています。また6月の16日火曜日からジャニーズワールドハッピーライブ with you スマイルアッププロジェクトというオンラインライブが公開になりまして、ジャニーズファミリークラブに入会している方はワンデー視聴券を2500円税込みで購入ができまして、一般の方は3000円税込みで購入することができます。こちらを購入して見ることができるオンラインライブを企画して開催してくださるということで、私は6月16日火曜日のワンデー視聴券を購入いたしました。こちらのジャニーズワールドハッピーライブ with you スマイルアッププロジェクト、こちらの詳しい内容です。まず6月15日月曜日20時からスペシャルハッピーダイジェストというのが無料で配信されます。そして6月16日火曜日の出演者は V6、 嵐、King&Prince。 6月17日水曜日の出演者は KAT−TUN、 関ジャニ∞、 セクシーゾーン。6月18日木曜日の出演者はニュース、平成ジャンプ、ジャニーズ WEST。 6月19日金曜日の出演者はキスマイフット2、 ABCG。 6月20日土曜日の出演者はトラビスジャパン、ハイハイジェッツ、美少年、セブンメンサムライ、少年忍者、宇宙シックス。6月21日日曜日の出演者はキンキキッズ、ストーンズ、スノーマンという出演日程になっています。各日にちでグループが発表されていますが、出演順ではないみたいなので誰が一番最初に出るかっていうのはまだ分かっていません。またなにわ男子、 A グループ、リトル関西、関西ジャニーズジュニアは移動自粛要請に基づいて出演を見合わせるということになっています。6月16日火曜日から6月21日日曜日配信分のご視聴には各日程視聴券の購入が必要となりますのでご注意ください。全ファンクラブ会員ジャニーズジュニア情報局の方は全日程を会員限定料金、先ほどもご紹介した通り2500円税込みで購入できます。これめちゃめちゃ素晴らしいなって思ったのが、このライブの収益が医療従事者向けの支援活動に役立つということもありまして、私も今回6月16日分の視聴券を購入させていただきました。それと各配信後1週間はアーカイブ視聴ができるので、これもまたいいですよね。
おそらくね、キング&プリンスはメイジーナイトを披露してくれると思うんですけれども、もう全曲聴きましたか？どの曲が一番好きですかっていうコメントも多かったので、ここでお答えさせていただきますと、今回収録されているのはメイジーナイト、フルタイムラバー、ゴールデンアワー、今君に伝えたいこと、ラブパラドックス、こちらの5曲になるんですけれども、どれも違ったジャンルでよくて、一番いいっていうのが選べないんですよね。正直メイジーナイトはめちゃくちゃかっこいい系だし、今君に伝えたいことはすごいバラード曲だし、ゴールデンアワーを聴くとファーストコンサートの時の岩橋くんの神ファンさを思い出すし、フルタイムラバー、ラブパラドックス、どちらもテンションが上がるような曲なので、今回も本当にカップリング神曲ばっかりなので、強いて言うなら私は今君に伝えたいこと、これが一番心動かされたような気がします。私も藤沢優奈さんという女性のシンガーさんに歌詞を提供したことがあるんですけれども、英語を一切使わずに日本語だけの歌詞を書いたんですよ。日本語ってちょっとしたニュアンスでも感じ取る意味合いっていうのが変わってきたりもするので、今君に伝えたいことはそういう面でも勉強になりました。あと歌い方とか、 King&Prince の皆さん表現力があるので、あ、こういう歌い方すると切なさが伝わるんだなって勉強させていただいた、得るものが多かった曲ですね。例えば歌詞にまだまだ思いは隠しているっていうフレーズがあるんですけど、ここ神宮寺くんのパートね、ここを普通に歌うと、まだまだ思いは隠しているっていう風に歌うんですけど、神宮寺くんの場合はここをまだまだ思いは隠しているっていうように、まだまだとか隠している、そんな感じでエッジボイスを使って切なく自分の気持ちが苦しいような状況を歌声で表現していたりとか、勉強になるところがたくさんあったので、今君に伝えたいこと、これが私の中で一番印象的な曲でした。さて、今日は未満警察ミッドナイトランナーの放送が決定したというお話、 King&Prince 5th シングルメイジーナイトについて、ジャニーズワールドハッピーライブ With You についてお話をさせていただきました。それでは久しぶりにいただいたメールをご紹介させていただきます。ラジオネームまおさんからいただきました。せっかくなのでメールもしたいなと思ってメールさせていただきました。ありがとうございます。サミさんの動画は全部好きですが、特にラジオの動画大好きで、いつもサミさんの声綺麗だなとか思いながら聞いています。次のラジオの動画も楽しみにしてます、というメールをいただきました。まおさん、ありがとうございます。あのメールをいただいていたのは4月の16日なので、かなり遅いご紹介になってしまいました。ごめんなさい。意外とラジオ動画好きですって言ってくださる方が多くて、本当に嬉しい限りです。私自身こうやって話すこともキンプリちゃんのことも大好きなので、これからもこういう動画続けていけたらなと思っています。もう一つまおさんからいただいておりました。いつもラジオニコニコしながら聞いています。私は昨年の1月の中旬頃からキング&プリンスのファンになりました。でもファンクラブに入るどころかグッズを何一つ買えていない状況です。もしかしたら今グッズ買えてるかもしれないですけどね。常に金欠な私はグッズのお値段はお高くて、なのでいつかはジャニーズ好きの友達とジャニーショに行くことを夢見てます。ここで質問です。私みたいにグッズとか何も持っていなくてファン歴も浅い私がティアラを名乗っていいのでしょうか。周りからにわかだと思われているのではないかと不安になります。長文すみません。いつも応援してます。このメールがサミさんの目に留まることを願ってます、とメールをいただきました。本当に遅くなりました。メールありがとうございます。このお話、詳しくは質問コーナーの動画を見ていただきたいのですが、私もジュニアの頃からしっかり応援していたわけではないので、ファン歴で言ったら全然浅いと思います。キング&プリンスのことが好きであれば全然ティアラだと名乗っていいと思いながら、私も現在オタ活をしています。それとね、この前私はこんなツイートをしました。
グッズや CD の紹介を動画でさせていただいているのですが、先ほどにわかですかとコメントをいただきました。仮に私のファン歴が1日だったとして、動画投稿することに何か問題があるのでしょうか。はい、これが私の答えです。真央さん、遅くなってしまいましたがメール読ませていただきました。ありがとうございます。いただいたコメントは全て評価になっていると思うので、しっかりコメントありがとうございますと返信をさせていただきましたが、私のアルティメット工房というチャンネルはティアラの皆さんがキング&プリンスを好きで、追いかけたい、最新情報を手に入れたい、どんなグッズが出ているのか知りたい、実際にグッズを開けてどういうグッズなのかを見たい、調べたら出てくることではあると思うんですが、このチャンネルのコンテンツを見ていただければ、ティアラの皆さんがオタ活をするにあたって必要なコンテンツの一つになればいいなと思って始めたのがきっかけなので、私はグッズが分かりやすく紹介できていたり、分かりやすい情報発信ができていればにわかかどうかっていうのは関係ないんじゃないかなという考えでいます。グッズを買っていなくても、 CD を買っていなくても、公式のお写真を買っていなくても、雑誌を買っていなくても、ファンであること、ティアラであることに変わりはないと思うし、誰にも迷惑かけていないので、自分のことをティアラだと思っていいと思います。はい、こんな感じでちょっと熱く語りすぎてしまいましたが、アルティメット工房に対する動画の感想やリクエスト、お悩み相談などなど、どんなことでもいいのでメッセージを送ってください。メールアドレスは小文字で kpqp.sami@gmail.com、 小文字で kpqp.sami@gmail.com です。それでは今日はこの辺で、以上、お相手はアルティメット工房のサミでした。バイバーイ。